時代劇というものをお作りになる際に、やはりお衣装っていうのがその世界観を構築されたり、説得力を与えるのにとても大事な役割を担っているかと思います。で、当時はもちろん身分によっても着られるものも変わっていたかと思いますので、そういった意味でその和装になれ不慣れは皆様終わりかと思いますけれども、何かお着物でその演技をされる際にお心を砕いておられることがありましたら、皆様順にお願いできれば幸いです。ではまずお着物といえば久江さんにぜひ。はい今回久江さんはこういうお引きずりの着物を、毎回着させていただいてるんですけども、私自身実は初めてでして、最初に撮影入る前にこう着物の何ですかね、所作というと少し教えていただきました。で、今回 こちらにこう登場するのもやっぱり一つ一つ細かい所作がありまして、手の向きやら全てがちょっと背筋が伸びるような気持ちで、はい、日々勉強させていただいています。ありがとうございます。赤村さんはいかがでしょうか。はい、今回幸四郎さんはもう普段から本当に着慣れていらっしゃる方なので、私もまずいぞと思って、去年からちょっと日本舞踊の方に通って、せめて少しでも着物に着慣れておこうと思って、そういう準備はしました。ありがとうございます。乙宮さんはいつもブラックスーツなイメージが強いんですが、今回お着物ということでいかがでしょうか。僕はお頭ではなくいつも頭と呼ばれてやってることが多いんですけど、そうですね、同心の中にもちょっとした階級がありまして、映像の方で座り位置だったり立ち位置だったり動きの方でも違いがあるので、その辺もご覧になっていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では他に